はいどうも、今日も元気に渡りやっていきましょう。チャンプルです。ということで、ブラックフライデー企画第2弾やっていきましょう。確かこのコスチュームがブラックジャージだったから、ブラックフライデーのピポトロンっていうキャラを作ったんだと思う。まあこんな感じですね。はい、ということでね、やっていきましょう。まあそれよりもさ、もう、年末に近づいてきて、大晦日、そして大掃除の時期になってきました。チャンプルーはだいたい12月の中頃から大掃除始めます。てかさ、みんないつぐらいに大掃除始める？で、あとどのぐらいの感じで掃除する？なんかもうパッとやるか、もしくは結構熱中して掃除をするタイプか。結構意見分かれると思う。ね、大掃除をしてね、なんか懐かしいものを見つけたりね、古びたアルバムを見つけたり、まあいろいろあるじゃないですか。だからどんな感じで掃除するのかなっていう一種の疑問ですね。おお、マジか。結構ダメージ削ったな。危ないよ。マジか。猿当たり判定ちっちゃいからね、当たんねえんだよな、本当に。オッケー、針の穴を通すようなショット。当たれ。オッケー、決まった。強っ。ヘッドショット。よかった。トロンキャノンの当たり判定がちょっとねでかくて。トロンキャノンって当たり判定おかしいからね。なんかあれも当たるんだよね。柵ギリギリでもなぜか当たってくれる。よっしゃ、いい感じに打てたね、さっきの試合は。あー、強化弾が欲しいよ。強化弾がねえとピポトロンは何もできません。とりあえずトップバスタームーンウォークして、強化弾をゲットして、こっからが始まり、これからがスタートなんです。オッケー。オッケー、いい感じ、素晴らしい。お、なんかいた。いけ。オッケー、決まった。あら、取られちゃったね。あらら、ピロキー、ピロキーの呪い。おお、お、何それ、謎の落ち方。いけ、下段ダブルでトロンキャノン。惜しい。あ、多分トリプルバレルいくかも。お、決まった。いいですね、トリプルパレルトロンキャノン決まりました。いい感じにぶちかましましたね、博士に。さあ、ラストですね、黄色ピポトロンのお出ましです。まあ強化弾取ってそのままトロンキャノンやるムーブでいいと思うけどね。
うわは強いなマジで。まあでもこれでいいですけどね。いけー、はいよ。はい、オッケー、いい感じ。危ないよマジで、もう許しません。いけー、オッケー、決まった。これがねピポトロンの真の力。よし、こんな感じでブラックフライデー企画終わりにしたいと思います。皆さん大掃除も忘れずにやっていきましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価お願いします。バイバイ。